本日ご紹介するのは、リオリオやラーリオの愛称で親しまれておられ、女優やタレント、グラビアアイドルとして活動されている寺本リオさんです。寺本さんは2001年11月5日生まれの大型、所属事務所はレプロエンタテインメントです。寺本さんは広島県のご出身です。幼児期にキッズモデルを経験されて以来、この仕事を続けるしかないと思い続けていらっしゃいました。本格的な芸能界入りのきっかけとなったのは、寺本さんが中学生の時です。舞台に出演された寺本さんのご友人が周囲の注目の的となったことから、私も負けていられないと思われたことからでした。そして2015年、ドリームガールオーディション2015を経て、レプロエンタテインメントに所属されます。翌2016年の東京アイドルフェスティバルでは、同じ事務所のナインやベイビーレイズジャパンの物販をお手伝いされました。2017年4月、舞台ローファーズハイにご出演。以降、同年8月にも同舞台に出演され、12月にはミュージカル屋根の上のバイオリン弾きにも出演されました。2018年、ミスマガジン2018にエントリー。同年7月、準グランプリに相当するミスヤングマガジンを見事に勝ち取られ、ヤンマガ時代の宝というキャッチコピーが与えられました。また受賞者をはじめとしたファイナリスト9名で劇団ミスマガジンを結成。長かった髪を役に合わせてバッサリとカットし、舞台そうなんですか演劇版に出演されました。転機となったのは2019年、寺本さん18歳の頃です。 SNS で投稿されたプライベートの水着写真が国内外から大注目を集めたことや、過去にモデルを務めた寸大のパンフレットと水着姿のギャップが話題になったことから、フォロワー数が飛躍的に増加するなど大きな反響を呼ぶこととなりました。2020年3月、高校卒業と同時にファースト写真集キュリオシティを発売。同月の初戦、女性タレント写真集売上ランキングでは1位に輝き、発売前に重版が決まります。同年6月にオフィシャルファンクラブ、8月にオフィシャル YouTube チャンネル、リオのことを開設。2023年7月に YouTube チャンネルを、テラモッチャンネルと改め、再始動。その後は映画、別に、友達とかじゃないにおいては映画初出演で初主演を務められるなど、ますます人気に拍車がかかります。そんな寺本さんのスタイルはというと、2018年時点で身長152センチ、スリーサイズはバスト88センチ、ウエスト60センチ、ヒップ88センチの G カップとなっておりました。素晴らしいスタイルですね。これからのさらなる活躍に期待します。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。